世界王者の戦い方っていうのを見てみましょうね。1973年、ポール・ジョーンズとジャック・ブリスコンじゃですね、口直し、お口直しです。ポール・ジョーンズは最も脂が乗り切った頃ですね。75年だから73年に全日本プレスで大暴れした後ですね。パッド・パターソンとブリッジの試合、ああ見たいですね。もうブリスコのね、ドロップ良かったですけどね、自爆しちゃいましたね。NWA 王者のジャック・ブリスコですから、あ、インディアンデスロックいきますね。得意技のインディアンデスロックには行かせません、ジャック・ブリスコでございます。これが世界王者の防衛戦の戦い方ですね。アトミックドロップ、マンジカツもかかってもコブラツイストになりますね。コブラツイストね、いいっすね。ポール・ジョーンズ、僕の好きなレスラーですね。ポール・ジョーンズね、チャンピオンはブリスコ、レフリーはもう攻めまくって、もうブリスコダメだろう、王者脱落、ポール・ジョーンズが新チャンピオンになる。で、4の字固め、ブリスコ応援する人もいるんですよね。だから、ポール・ジョーンズを応援するお客さんとブリスコを応援するお客さんが、うん、そうですね、ハンサムレスラーですよね。実力者ですよね、評価低いですよ、日本では。素晴らしいレスラーです。で、裏返しました、お客さん手を挙げて喜んじゃってます。ブリスコどうだ、耐えられるか。ポール・ジョーンズ腕立て伏せ始めちゃってます。あー、ロープですね。あー、ロープブレイク、ロープブレイクをやるんだけど、ポール・ジョーンズがワン、離しません。5カウントで離さないから反則負け、反則負けになっちゃった。ポール・ジョーンズが離さないから、で、ウィナーはジャック・ブリスコになりましたね。ポール・ジョーンズは勝ったんだからどうだろうって言ってんだけど、カウント5で反さなかったからお前の反則負けだっていうことで、ジャック・ブリスコ王者防衛でございます。勝てたのにっつってお客さんもがっかりしてますね。家路についてますね。チャンピオンが最後、うなだれるというか倒れ込んで王座防衛っていう形が NWA 王者多かったですね。
ジャック・ブリスコもこういう形でやってましたね。レースもそうだし、リック・フレアもそうでしたね。セリファンもそうでしたね。で、最後、チャンピオンベルトを渡した、ポル・ジョーンズでございますね。ジャック・ブリスコ防衛でございますということで、ジャック・ブリスコのアメリカでの NWA 王者で戦い方をご覧いただきました。貴重なフィルムですね、これね。ポル・ジョーンズ今一個ですね。